はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、つば太郎です。ということで、サムネがタイトルにある通り、豪輝がね、人権キャラになるかもしれないんですけど、ちょっとその理由について解説していこうと思います。まずですね、豪輝が人権キャラになるパターンの大前提っていうのが、属性吸収無効の強い敵がいる場合、例えば、クエスト、記念クエストとかでアテナノンとか、吸収あいつあったか忘れたけど、例えばね、HP2 億あって吸収する敵がいた場合、オーガを打ってバース2体打つだけで2億を、ノーパズルで突破できるんです、ですよ。で、実際そんなことしなくても倒せるは倒せるんですけど、これをもしね、周回でやるってなった場合、今は、マシン、マシンヘラかが経験値一番いいですけど、今後もっといい経験値が、得られるクエストもしくはダンジョンがあったとしたら、それに豪輝が必要になった瞬間、ランク上げの格差が生まれるんですよね。ここでサレーネ持ってようと、こいつ持ってないだけで組めないみたいなね、パターンもありうるんですよ。 100% あるとは言えないけど。で、あと豪輝の場合はこのね、一番下の武器スキブつくんですね。なのでこのスキルが実質21ターンで打てるってことなので、これはね、ヒートカウントやべえっつうことで今回ガチャ引きます。はい。で、狙いがね、豪輝以外にも実はいまして、これ読み方わかんないですけど、カリン、これね、今ね、ちょっと使おうと思ってるパーティーがあるんですけど、それがね、 HP80% 以下強化がほぼ必須なんですけど、こんだけ持ってるのってね、結構いないんですよ、実は。なのでこれは引いておきたいってことで、この2体狙いかな。まあ、あとはあれか、サガットの3体が狙いです。で、本来はね、スーパーゴッドフェスに石を使いたかったんですけど、背に腹は変えられん。今回はちょっと事情が事情だけにね、人権キャラがいるってなると、まあ、スーパーゴッドフェスは、おーおーおーおお、あ、え、ん、違う、これは違う、ベガ、どういう感じの性能なんだろう。あ、これか、面白いと思ってたやつだ。下に2個作るやつ、2列か作るやつ、どうなんでしょうね実際。まあ、ただこれで引けなかった場合、この今引いたベガ使って交換しようかなって、ベガと何かしらをね、組み合わせて交換しようかなって思ってるんですけど、まあ、欲を言えばね、そうする必要もなく終わりたいんだけど、まあガチャはね、そう優しく、まあ優しいか、パズドラは。ダイヤ来てるね。はい、来た、はい、来た、とりあえず OK。 狙いは回収した。まあ本当の狙いは豪輝なんだけども、ザンギエフ、まあね、豪輝はみんな欲しいと思いますからね。豪輝サガット、特に絞ってはないんでしょうけど、まあ、やっぱり物欲センサーってのは往々にしてね、あるんでね。あー、こいついらないんだよな。こいつもね、実はね、 80% 強化2つ持ってるんですけど、確か封印持ってない、バインド持ってないって感じだったんで、まあ、特に使わないかなって。レインボーミカもね、スキルそんなに強くないし、なので俺が来てほしいのは圧倒的にダイヤ。今回当たり金はまあザンギエフと、あとあのブレスかなって思ってます。まあバルログも悪くはないんだけど、2体ぐらいいれば十分。金の悪口を言うと、おお、2体目、これはいいや、2体目だから。金卵の悪口を言うと、なんかあれもおかしいな、ダイヤ関係ねえのにな。来てくんないかな、いい加減。金、うん、なんかダイヤって確か確率高いはずなんだけど、剣が 3.5% でしょ、ダイヤが 2.5% でしょ、そう違わないんだけどな。またこいつアレックスモンポにしよう。んー、金、んー、やばい、そろそろあと5回か回せるのが。こいつはキャミ、やばいぞ。ダイヤなんかしら、おいおい、来た、来てくれれば交換できるって言おうとしたら、あー、チュー、チュンリー、
正直そこまでいいなとは思わなかったキャラ。まあ交換できるしいいか、交換材料になる。問題はね、サガットとね、ゴーキのどちらを交換するかなんですよね。実際あいつら悩ましい。サガットは武器として優秀なんだけど、人権キャラかって言われるとそうではないんですよね。ゴーキの方が人権キャラっぽい、濃いっていうか確実に多分そうだと思う。まあ、あーだこうだやってたらラスト1回っすわ。いきます。これでね、実際俺フェイトで引いたんで、ラス1で、あ、ダメや、引けなかった。あ、ザンギフ。操作ね、交換しよっかな。ちょっと交換見てみましょうか。合気に必要なのは、あ、サガじゃない、ガイルが2体いるから、1、2、3、4、こういう感じになりそうですかね。まあちょっと今はまだ交換、ゆっくり考えるんでまだ交換はしないですけど、まあこっそり使っていたら、あ、そういうことだと思ってください。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それでは。